フォトアドバイスチャンネル J。 はい、はい、フォトアドバイスチャンネルプロフォトグラファー中村道人です。はい、 MC の中島あずさです。よろしくお願いします。はい、いきなり Z、 ね、Z、はい、Z いたしましたが、はい、あのこちらにある、はい、はい、ニコンから、まあ、Z9 というカメラが、はい、出まし て、 まして、はい、皆さん待ちに待った、まあ、フラッグシップ、ね、まあ、プロ用カメラ、うん、Z シリーズの、そうですね、 Z シリーズのプロ用カメラで、まあ、あの登場したんですよ。はい、ね、あの待ってた方がたくさんいて、ね、湧いてましたね、みんな湧いてましたね。そうということで今回はそうですね、 Z9 シリーズとして、はい、まあ、ちょっと4回に分けて、4回、そうそう、いろんな盛りだくだ ね、カメラがね盛りだくなんですよ。もう詰まってる、詰まってるので盛りだくなので、もう1話じゃ収めきれない、切れない、なので、まあ、ちょっと4回に分けていろんなね、はい、テーマであのいろいろ撮ってきました。で、あの一応スチール写真としてね、あのいろいろ盛りだくさんで、動画の性能もめちゃくちゃすごいんですけど、まあ、僕が、まあ、いわゆるスチールのフォトグラファーなので、そうです ね、あのだから静止画のお話をしていきます。はい、はい、動画は動画でまたね、はい、あの専門家がいらっしゃると思うので ね、 そうですね、そちらも参考していただければと思います。はい、はい、でこのニコン Z9、はい、そうですね、なんかあれですよね、メーカーの説明が潔いというか、潔いですね、いついかなる時も静止画、動画を問わずあらゆる瞬間を確実に、これだけって感じで、ね、今までね、カメラの説明ってちょっと、ね、いろいろね、もう説明はいらない、これだけで十分で、潔い子なんか、まあ、潔い、まあ、何でも撮れるんですよ。本当だから余計なことはいいんじゃないですか、自信があるんでしょうね、自信があるでしょうね、なるほどね、うん、で、はい、まあ、ちょっと簡単な、うんうん、あのちょっと 性能というか、ほうほうほう、言っておくと、まあ、4500万画素、ほうほう、フルサイズミラーレスカメラで電子シャッターオンリーになりました。いわゆる機械のシャッターがない、ちょっとびっくりしました。すごいね、だってニコンって精密機械の会社なのに、お、そういう機械ものを排除したっていうのがちょっと画期的ですよね。世の中的にはいい方向で湧いてるんですか。電子シャッターってちょっと歪むとか、うん、いろいろちょっと不安要素あったんですよ、うん、でも、まあ、なんか歪まない、お、 だけどねこれの前にニコン1っていうカメラがあって、うんうん、あの今はなくなっちゃったけど、それももうすでに電子シャッターのノウハウをかなり積んでたんだと思う、じゃあ貯めといたんですね。そうそう、だからなんか初っぽいような顔してるけど、顔してるけどいたんだぞと。なるほどね。で、まあ、オートフォーカスが、ね、はい、やっぱり一番売りなんで、うんうん、まあ、食いつきがいいとかね、早いとか、オートフォーカスのフォーカスポイント、はい、493点、多い、まあ、いっぱいあると思うんです、まあ、ほぼ全面、ほぼ全面というか全面です、カバーしてるんですね、きちんと全面を。で、そこがミラーレスのいいところですね、一眼レフって全面にはできないので、うんうん、できないというかちょっと技術的にまだね、うんうん、難しいのでミラーがあったりとかね、うんうん、でですね、はい、被写体選択がすごくて、人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機、細かいですね。いや、あるのは4つなんですよ。オートと人物と動物と乗り物なのかな、だけどその中でちゃんとその動物でもちゃんと犬とその鳥を分けてこうちゃんとカメラが選んでくれるし、これも後の回でやるけど、ちょっとくるくる回る人間、まあスポーツでいうとほら新体操とか体操とかさあるじゃないですか。ありますね。ね、そういうほら顔が見えなくなる、あの回転するスポーツも、この顔が見えない間にちゃんと補足して胴体の方に、あの体の方に合うような機能が入っていたりとか、見失わないってことですよ。で、連射速度がすごくて20コマ。ちょっと押してみ。ほい。20コマ。20コマ。ああ。待って。変な声でちょっと。すごくないですか。あれだ、マシンガンだ。マシンガンね。で、歴史なんですけど、まあニコンのカメラって、まあ、これバッテリー一体型でして、うんうん、まあ、下に、ね、バッテリーグリップがくっついてるカメラなんですけど、うんうん、まあ最近では、ね、あのフラッグシップ の、ね、あの D5 とか D6 がそうだったんだけど、うん、こういう D850 のように、ね、バッテリーグリップがないカメラが、まあ、ちょっと今一般的じゃないですか。でまたちょっとこういう風に、ね、あのバッテリー付きっていうことで、うん、あれなんですけど、やっぱりでもね、このプロ用カメラっていうのはちょっと歴史があって、はい、このニコン F5 という、ね、カメラがありまして、うん、これフィルムカメラ、おお、だけどあのちょっと今見ると古っぽいけど、でも今のこのほらデジタルカメラのベースになったデザイン、確かに、うん、だと思わない、なって、で俺の持ってるのはこれ50周年記念で昔のロゴとかでちょっと記念モデルなんでちょっとあれなんだけど、こういう、ね、カメラがありまして、まあ、こういうバッテリー一体式がフィルムの時にやったカメラで、この時はちょっと言われたんですよ、重いとかね、まあまあ、だけどやっぱり使ってみると、うん、バッテリーの持ちがいいし、うん、あと機能がね、その分ほら
詰め込めるので良かったんですよ。だからそんなにプロカメラマンは、まあ、バッテリー一体式ってそんなに苦になりません。おお、うん、そこまでみんな気にしてはいない、うん、気にしなくていいと思います。あのカメラバッグに入れても同じです。まあまあ確かにね、そのビビたる違いかな。同じです、同じです、同じです。でデジタルになって、うん、あのやっぱりニコンってね、うん、今回待たされたでしょ、うん、ニコンはね、そうそうそう、あの寝て待てって言ったでしょ。言ってましたね。絶対いいものが出るんで、うん、ちょっと待ってればいいんですよ、うん、というのはね、ニコン今フルサイズ当たる前だけど、うん、フルサイズのデジタル一眼レフがなかった時代があるんですよ、うんね、レンズマウントがまあ小さいので、うん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 、F マウントってまあ無理とかできないとか言われてたんですけど、うんうん、ある日突然ちょっと出たカメラがあるんです。それがこの D3 っていうカメラで、僕のはこれ D3X でちょっとまたね、高画素版をまたちょっと待っちゃった、待っちゃったんだけど、その D3 っていうカメラが出たので、うんうん、その時にわっと今の Z9 と似てるかな状況が、うん、あ待って待って、ま、待って待って一番いいものがボンと出るというね。だからちょっと似てたので、うんうん、まあ出ると思いました。ニコンはじらし上手だね。そうそう、じらし上手です、うんうんうん、でまあいろいろ盛りたくさんって言ったんですけども、うん、まだちょっと4500万画素ということで、はい、個人的にはそっちの方が気になる部分で、うんうんうん、まあ、この D850 って一眼レフね、はい、デジタル一眼レフがあるんですけど、まあ風景撮ったりとか、うん、まあ、高画素に向いてるじゃないですか、はい、でまあ、そういう意味では D850 のミラーレス版というちょっと、うんうん、ニュアンスというか、はい、もう感じたので風景写真をね、はい、行ってきました、はい、でですね、カメラ Z9 使って、うん、レンズを、はい、今このセットですね、はい、2470mm と 7200mm を持って行ってきました、うんうんうん、ほい、なるほど。で行ってきたところがこういうところで、まあ、去年 Z7II でもやりましたけども、はい、うん、まあ、それも含めて、ダイヤモンド富士、ね、おでこれ、まあ、月がちょっと出てます。出てますね。月齢27なのかな。おー、そういう月が出てて、まあ、朝ですよ。朝か。そうです。それでまあちょっと撮りますよ、ね、うん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 、でこういう感じですよ。美しい。で、まあ、寒いんだけど、ね、今年はでもなんか思ったより寒くなかったかな。うん、まあ、氷点下2、3度ぐらいかな。あ、じゃあなんか思ったより。思ったより。うん、それで、うん、まあね、こうやって。うん、7200つけて、うんうん、でいよいよ太陽が出てきて、ね、ご来光です。ありがたいや、初日の出ね。おでね、こう眩しいんだけど、眩しそう、ね、だけどミラーレスはファインダー見ながら太陽を撮れるので。あ、そっか。そうそうそう、一眼レフだと目がね、やばいんだけど、うん、で、あのだんだん、ね、戻ってきてね、今年も晴天に恵まれて、いい一年にね、いいお天気でしたもんね、うん、でも黙々と撮ってます無ですね、ひたすらシャッターを切るそうですね、風景でもね、これシャッターチャンスがある風景なんだよね。そうですね、ほっとこわかないでね。そう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 、ね、でまず Z9 で、うんうん、まあ、良くなったところは、うん、10ピンターミナルっていうのがつきました。こういうほらニコンのねポル用カメラってみんなついてるんですよ。よ開けると、ね、これこういうターミナルがついてるんです、ね、ターミナル。で今までなかったんですよ、なんか Z7 とかには、うんうんうん、でこれもついにターミナルがつきました、ね、つきました、であとついでに言うとシンクロターミナルでストロボの設定もつきました。なかったんですけどね、これがついたことが大きい。でこの10ピンターミナルは何かっていうと、いわゆるケーブルレリーズがつきます、はい、今まで使ってたケーブルレリーズがつきます。あ、なるほどね。お普通はミラーアップして撮るんですよ、一眼レフってミラーのショックがある。これはミラーショックがないんです。そのままこうチャッチャッって撮れる、機械のシャッターもないので揺れないんですよ、うんうん、このシャッターとかってちょっとね、あのごくごくビビたる振動が来る可能性があるんだけど、うんうん、ないんですよ。お、でそれが便利、うん、素晴らしい部分です、うんうんうん、あと四つ葉ボタンって言ってる、通称四つ葉ボタン、四つのボタン。あ、なるほど。こういう四つ葉ボタンもつきました。上級機にはついてたんだけど、うんうん、やっとついたので、だから使いやすかったです。でですね、1枚目の写真いきましょうか、うん、はい、じゃあ見ていきましょう。せっかくなので、はい、月が細い月が出てまして、うんうん、何枚か撮ったんだけど、うんうん、まあ、時間帯的にこれが一番個人的には好きなので、はい、これを選びました、はい、空の下の方はちょっとほら赤くなってる、ね、そうですね、で月がちょっと端っこにあるでしょ、うん、なのでこのちょっと赤くなる時間帯が好き で、うん、でそれだけでも、ね、毎年撮ってるんだけど、うん、やっぱちょっとポイントに月があるとね、うんうん、そうですね、いいですよね、うんうん、アクセントになる、ね、そうそう、アクセントで風情があるというかね、うん、でオートフォーカスポイントが月に持ってこれるんですよ、は
全面だから月にこう、なるほど、月の部分に持ってくれるんですよ。普段だと稜線に合わせてるんですよ。こういうのってピントがオートフォーカスが合いにくい被写体なので、うんうん、そうなんだ、うん、のっぺらしてるじゃん。のっぺらってか、まあ、実際はのっぺらじゃないんだけど、いわゆるトーンがないじゃん。空とかだと合いにくいし、うんうん、山だけでもちょっと合いにくいんですよ、うんうんうん、で富士山とかの稜線に合わせる、稜線 の, この区切り目に合わせるとオートフォーカス合いやすいので、うん、合わせてるんだけど、月が出てるんで、はい、まあ、月にのところにポイント持ってくれるんで、うんうんうん、まあ、ちょっと月に合わせてみよう、うんうん、シングルエリアで月に合わせる、うんうん、で、まあ、稜線に合わせてもいいけど、あのせっかくね、うんうん、あのカメラの特徴を生かせてみて、そうですね、月に、はい、次時間が経って少し空がやっぱりね色がついてくる、ね、グラデーションがいいですね。グラデーションが綺麗ですよね、うんうん、この時間帯がね本当に好きですね。はい、余裕です。登った、はい、登りました。でですね、さっきも言ったように、まあ、肉眼でっていうかファインダーで、そうですね、見ると太陽見えるので安心して覗きながら撮れるのは太陽ね、あ、まあ、ちょっとタイミングという意味ではね、うんうん、やっぱり電子ビューファインダーなので、うん、あの登ってる登ってるっていうのがあったけど大丈夫かな、うん、みたいな、うん、まあ、でもあの、ね、いい感じで、うん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 、で帰り際にちょっとススキの方が綺麗なので、あ、まだススキあるんですね、うん、ここはありました。へえ。でですね、はい、まあ、あの富士山ばっかりじゃあれなので、はい、まあ、あのニコンのカメラというのは、まあ、堅牢性、うんうん、まあ、丈夫ということで、ね、丈夫だぞあるので、うん、まあ、寒いとこでもね、うんうん、まあ、まあ大体のカメラ寒いとこでも撮れますけども、まあね、そんなにちょっと移動しました。はい、で、あの大好きな白樺林にね、白樺原ですね、ちょっと行ってきました。こういう感じです、はい、おー、白樺白樺見た通り白樺です。綺麗ですね、綺麗、大好きなんですよね、雪景色、うん、それで、例のスノーシュー履いて、この間のそうそうそう、バージンスノーをね、ほうほうほう、うん、便利ですね。そうちょっと歩いて、うん、林の中を、いやー、潜りますね。あれつけてても潜りますね。深いんだろうな。ね、あの膝車で潜った時にちょっとびっくりしました、ね。親みたいな。そうそう、つけてなければ歩けないね。あ、それでちょっとあのコースにはなってるんで、あの、うんうん、秋まではちゃんとコースだったんだけど、うんうん、あ、きちんと、うん、コースが、ま、全くなくなってきたところをちょっとだけ歩いてきました。はい。ほー、ね、綺麗だな。綺麗だよね。あの白樺本当にいい冬のね、誰もいなくてね。あ、やっぱりいなかったんです。いなかった。物好きはいなかった。誰もいない。貸切状態で楽しみました。で、ここの白樺の綺麗なところ、影が綺麗なんですよ。うんうん、この白樺に伸びた白樺の影、うん、雪に伸びた、うんうん、それを撮りました。うんうん、ね、綺麗ですね、うん。いいですね。シンプルな状況なんですけど、うん、まあ、やっぱりね、足跡もついてないこういう雪原での白樺のね、うんうん、ほら葉っぱもついてないんで割といい影が出るんですよ。あ、なるほど。まあ、そういう視点でね。あの撮りました、ね、こうちょっと2470mm で、この白樺の幹のね、ギザ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 大好きで割と寄って撮るんですけど、シャープですね。あとこのね、シャッター保護機構っていうのが落ちるんですよ。レンズ交換するときに普通の、まあ、ニコンのミラーレスってあのセンサーがむき出しになるんですよ。むき出し、うん、でちょっと雪のとこってちょっと来るじゃないですか、うんうん、ピューって風が吹くと細かいこの水滴というか雪が、でレンズ交換のときにちょっとミラーレスだと嫌だったんですよ。センサーに水滴がついちゃうと怖いですもんね。怖いですからね、うん、映っちゃうのでそれが、うん、かといって本当のシャッターで閉めてそれに水滴つくのもちょっと嫌といえば嫌じゃない、うんうんうん、だけど保護するだけのシャッターがついてるレンズ、それがすごく安心でした。実際のカメラにシャッターじゃないので、うんうん、まあ、あのそういう意味でも安心、あのシャッターレスなんだけどそういうな、そっか、シャッターレスなの、あ、なんかちょっと、うん、分かった OK です。そうそう、そういうこと、そういうこと。次の写真がですね、まあ、こういうパターン構図なんですけど、うん、ちょっと逆光で、うんうん、あの背景暗くなるところを選ぶのがポイントです。逆光状態なので、背景の山の斜面が暗く落ちて、うんうん、で白川は白く映るので、こうやってモノトーンじゃないんだけど、うんうん、モノトーンに映るので、はい、色合いというか撮り方がね、うんうん、割と気に入って撮ってる撮り方です、はいはい、影ですね。やっぱりこの本当に伸びた影がね、なんとも言えない、ね、ゼブラが、あ、確かにゼブラっぽい、そうそう、ゼブラが、まあ切り取りがね、うん、どうでも切り取れるんだけど、うん、意外とバランスがあるんですよ。それでまあちょっと手前にこのあのひょひょひょっという空間のところにちょっと配してみまして、でまあ後ろにちょっとねポッポッポッとなるように撮っております。はい、絞り込んでおります。これはね普通は F8 ぐらいで撮るんだけど、うん、これはちょっと奥行きがあるので絞り込んでおります。はい、設定で絞り込むとピントがちょっと甘くなるという、うん、
ちょっと光学的な現象があるんだけど、うんうん、はい、それにならないよという設定があります。絞り込んで任せろよと。そうそう、オンにしてあります。だからニコンのカメラそれにしとくと、うん、絞り込んだ写真も解説現象というのが起こらず、うんうん、シャープに撮れる。で風で粉液が舞って、これ連写で何枚か撮ったんですけど、あ、まあ、ちょっとあの1枚だけ選んでみました、うんうん、まあ、写真は1枚を撮るためにね、いっぱいを撮るので、まあ、そうですね、そうそうそう、で1枚ちょっといい感じの、これもだからちょっと光が逆光で入ってます、うん、背景が暗めの同じです。逆光なので背景の斜面が暗く落ちて、うん、光が入るので光が入ったとこだけこうやって白く綺麗になります。木も木のこのなんていうかな、あの枝の細かいところはその光が当たってエッジが出てるんだけど、うんうん、ね、そうエッジの部分とこの粉液が綺麗に出てる光の写真。あと空を入れないとかいろいろコツがあるんですよ。どうしても、ね、空を入れちゃいがちなんですよ皆さん、うん、なんか見たものみんな入れたくなるのでそれは分かります、うんうん、だけど、空を入れないように、そうですね、そうそうそう、入れちゃダメなんじゃなくて、うんうん、入れていい時と入れてない、入れちゃいけない時あるんだけど、うんうん、あの空を入れないという頭を意識しながら撮るとね、うんうんうん、あと、まあ、逆光の、ね、特性も強いよね。逆光にも強い、うん、まあ、ちょっと風景編なんですけど、はい、まとめるとレンズ交換すると安心だし、うん、まあ、4500万画素でね、まあ、D850 と、ね、うん、あの近い画素数で、うん、あの撮ることができるので、まあ、風景写真にも向いてると思います、はい、ミラーアップしなくていいとか、うん、あのシャッターレスでシャープという意味でも、うん、こういう繊細な風景を撮るのには向いてるカメラかなっていうのはね、うん、これだけでもかなり盛りだくさんだけど、あと3回分そうなんですよ、お前やるな、そうなんですよなるほど ね、というわけで Z9 の、画素数とか様々な機能の一つをお伝えしましたが、はい、いかがでしたでしょうか。今回は、ね、全4回ということで、残りの3回はまたちょっと違った視点から Z9 についてご紹介していきますので、ぜひ次回も楽しみにお待ちください、はい、ニコン Z9 に興味があったらいいねと、いいねはぜひねとチャンネル登録、チャンネル登録もぜひねよろしくお願いいたします。はい、そして写真の撮り方をもっと勉強したいと思った方は概要欄より無料メール講座登録をお待ちしております。